言論機関の皆さんが自由に発言できる、表現の自由を守り、権力者への批判の自由を確保する、そのお考えは総理にありますか。例えば今日夕方帰りにですね、日刊現代でも読んでみてくださいよ。これがですね、萎縮している姿ですが、萎縮はしないんですよ。